琵琶湖源流の里高島市より、高島大好き仁賀貞雄が空から町から水辺から高島の魅力をお伝えします。皆さんこんにちは、仁賀です。阿出川町三代里区の一角に高さが4メートルもある滋賀県でも屈指の大きな宝塔があります。伝説では昔ある武将がこの辺りで一羽のオスズルを射落としたところ首がなかった、そして翌年この辺りで一羽のメスズルを射落としたところ、その羽の間にオスズルの首の骨を挟んでいた。鶴の夫婦の情に心を打たれた武将は塔を建て、鶴夫婦の霊を弔ったという話が伝わっており、この宝塔は鶴塚と呼ばれています。塾部に阿弥陀のようにも見える2つの仏様が並んで彫られており、鎌倉中期頃のものと考えられています。台石の一辺は約 1.5 メートルあり、頂部の装輪はやや低く作られ、もともとの高さはもう少し高かったのではないかと考えられています。今日は阿出川町三代里区から県下最大級の宝塔鶴塚をご紹介しました。琵琶湖源流の里高島市より。次回もお楽しみに。